90万人ぐらいの方が3年間のコロナ禍中にインフルエンザにかかる機会がなかったということで、免疫を持ってない方がたまってきているという状況です。県によりますと、今月20日から26日までインフルエンザの定点医療機関あたりの患者数は 30.96 人となり、警報レベルの30人を上回りました。インフルエンザの流行状況が警報レベルとなったのは5シーズンぶりです。11月20日週での警報入りは記録が残る2002年以降最速タイの速さで、県は咳エチケットやワクチン接種を呼びかけています。